料理研究家の樋口直也さん、樋口家の実家飯は？うちの祖母がね、すごい好きで、いやよく食べてましたね。で、うちの母親は気色悪いって言ってましたけど、僕は割と好きでしたね。おはぎ茶漬けの作り方は超シンプル。白ご飯におはぎを乗せて煎茶をかければ完成。何この実家飯。あんこを溶きながらこう食べていくんですね。意外と美味しいんですよ。お茶が入ることによって割とさっぱりするんですね。それが美味しい秘密じゃないですか。